はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールから、ギガンティックシリーズということでね、こちらをご紹介したいと思います。はい、じゃ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 んとね、ちょっと大きいんでね、ちょっと引きで撮ってますけれども、SSGSS 孫悟空海洋拳バージョンということでね、プレミアムバンダイ限定品です。はい、これはね、もうね、ちょっとね、重いですね。重い、よいしょ。はい、こういう感じでね、しかもね、発光機能がついてるんですよ。なので、乾電池が単4が2個必要です。はい、ここにね、はい、で孫悟空台座支柱単調とね、支えアームが AB で取り接ということでね、じゃあね、実際にちょっと開封してね、発光機能とかもね、ちょっと見てみましょう。はい、ということでね、開封しましたけれども、まず台座ですね。台座結構でかいです、これ。ま、こんなね、しっかりした台座がついてくると思わなかったですね。支柱がね、こういう鉄なのか、あれ、アルミかな、こういうふうにね、アーム式の、こういう、ね、支えのやつがあります。で、一番感じなのはここの部分なんですね。裏を見るとね、こういう感じで、裏蓋があってね、電池を入れられるところがあります。もうスケルトンになってるんでね、電池が入ってるのが見えますね。はい、もう電池はセット済みです。はい、でこれがね、実はこれカバーになってるんですよ。一応ね、こういう風に外してやると、ここから電力が流れて発光するっていうパターンなんで、発光させないときはこれをかぶせておくという感じみたいですね。はい、ということでね、じゃあ実際にね、ちょっと悟空をねの方を見ましょうか。はい、こちらでございます。はい、いや入りきらない。足元からいきますね。まあ画像ではちょっと分かりづらいかもしれないけど、結構紫ですね、これは。で、こう赤っぽくね。で、肌も赤。もうここら辺はまあほぼパープル、紫ですね。こういう感じで。で、ガオガこんな感じ。まあ完璧、プリントですけれどもね、顔はね。まあ凹凸もなくね、ちょっとのっぺりした感じはありますけれどもね、ギガンティックシリーズはだいたいこんな感じなんですよね。完全プリントって感じで、髪の毛はクリアになってますね。光るようになってるんで、クリアっていう感じで、はい、で後ろ、はい、といった感じですね。では、ね、実際にね、これをね、台座に入れて光らせてみたいと思います。はい、という感じでね、という感じも何もないんですけど、一応ね、こう支柱に立たせることが、できましたね。はい、一応ね、つま先がこう向きを変えられます。はい、で一応ね、こういう感じですね。まだ光らせてませんけどね、なんか光ってる感じに見えますけど、これは蛍光灯の明かりが反射してるだけです。はい、なので、でね、スイッチがね、実はこの裏側にあるんですね。これがね、こう裏返すとね、わかるんですけれども、こういう感じでね、ここにオンオフってあるんで、ここがスイッチになってます。はい、これをオンにすると光るっていう感じですね。はい、
いいよ。よし。じゃあ実際ね、光らせてみましょう。はい。では行きます。よっ。これ光ってるか分からない。光ってんの？これ光ってなくないか、これ。光ってんの？ちょっと明かりを消してみましょうか。あ、ごめんなさいね。これテレビの明かりがね。あれ、これ光ってないよ。光ってない。あれ？少々お待ちください。はい、皆さん、大変お待たせしました。ちょっと、台座のね、足元の方が刺さってなかったですね。しっかり。奥まで。奥まで刺さってないと光らないみたいです。で、今ね、しっかり奥まで差し込んだんで入れてみます。スイッチオン。はい。うわ、光りすぎだろっていうぐらい光り出しましたね。ふわわ、すっげー光ってる。じゃあちょっとね、部屋の電気をね、消してみましょう。はい、いきます。うわ、すごい神々しいなこれ。すっげえ、なんじゃこりゃ、光りすぎだろ。うわー、これはすごいな。ちょっとこうね、回してみましょうかね。はい、光ると思わなかったですね。これはいい。はい、じゃあちょっとね、電気つけます。はい、という感じでね、いや、これはすっごいですね。じゃあちょっと電源切ってみましょうか。はい、あ、やっぱ全然違うな。はい、ということでね、うわー、すごかったね。いや、ことのほか光りましたね。自分ちょっと微妙に光るぐらいじゃないかなと思ったんですけど、まあしっかり光りましたねこれね。はい、ということでね、いや、想像以上ですね。結構プレミアムバンダイでね、1万いくらだっけ、1万2、3000円ぐらいだったかな。うん、なのでね、まあ今もう買えないんですけど、多分オークションとかでね、流れてると思いますんでね、もし皆さんね、よろしければ拾ってみてください。はい、はい、ということでね、ちなみに、これ以降の動画はね、なんと4日連続でね、フィギュア、ドラゴンボールフィギュアを紹介していくんでね、ぜひね、これを機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。あとね、もしよければいいねボタンも押していただけるとありがたいです。では、今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。